そのまま喋ってほしかったな。いやいや最近あれですね、なんですよ、なんですね、そうだよね、なんですよ、なんですの、なんですな、いやいやあれですよね、そう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 本当にね、何はどうなっちゃうんでしょうね、あれですから、あれですもん、あれですもん、困ったね、なんですよ、なんですよ、あれにもね、それにも、そう、それにも、どれにも、どれにも。そんな感じでいろんな方がいろんなことをつぶやいてらっしゃると思うんですけどね、ミクシーとかね、フェイスブックっていうのもフェイスブックってフェイスブックとかね、ツイッターとかいろんなことを皆さんつぶやいてらっしゃるとね、ゆうべもそうなんですよ、寝ようかなと思ってちょっとスマホつけたらえらい暗いことつぶやいてるやつがいましてですね、暗いつぶやきってちょっとね、それも寝る前に読むとちょっとこっちどうしようって、なんかこうなんか書き込んであげたいですけどもね、なんて書き込んであげたらいいかわかんないですね、コメントのしようがないですもんね、かといっていいねも押せませんしね、ね、ね、どうしようかなと思って、で仕方ないんでね、あのその人宛てじゃなくて自分自身のつぶやきで大丈夫だよっていう一言だけ、その人が読もうが読もうまいが関係なくですね、大丈夫だよっていう一言をつぶやいて自分も安心して眠れたそんな感じがございまして、そんな感じを歌にしてみました。マジで。ありがとうございます。ボイスという歌を聴いてください。Yeah.
つぶやいた言葉が、ああ今も気になるんだよ。真夜中一人ぼっちならば、そう僕も同じなんだよ。大丈夫だよって。